スマイフット2の全国アリーナツアー東京公演のリピート放送配信が決定。ワウワウでは5月19日午後8時にキスマイフット2の2023年10月にスタートした全国アリーナツアーキスマイフット2フォーディアーライフマイナスのツアーファイナルとなる2月15日の東京国立代々木競技場第1体育館東京公演の模様をリピート放送配信することが分かった。また4月から6月にかけて新体制となったキスマイフット2千賀健と宮田俊也、横尾渡、藤ヶ谷大野佑、玉森裕太、二階堂高嗣のメンバーへのインタビューを中心に最新ライブツアーのドキュメンタリー映像も加えたオリジナル特別番組キスマイフット2ワウワウスペシャルインタビュー&ドキュメントライフキスマイの現在地マイナスやメンバー出演の映画を放送配信。インタビューパートには毎回2人のメンバーが登場する。さまざまな切り口で徹底的に語る彼らの思いや考えはもちろん、映画の撮影でも使用される高性能カメラで収録されたワウワウならではの映像にも注目だ。4月28日放送、配信のパート1、午後8時、放送終了後、1ヶ月間アーカイブ配信ありでは、旅行と宮田、5月25日放送、配信のパート2、午後8時。放送終了後、1ヶ月間アーカイブ配信ありでは、二階堂と地下、6月放送、配信のパート3では玉森と藤ヶ谷のインタビューが収められる日時未定。なお、ワウワウでは23年公開の玉森出演の映画シャイロックの子供たち4月28日午後5時55分他のほか、13年公開の千賀出演のホラー映画バイロケーション表裏5月25日午後2時ほか、藤ヶ谷が久保田正孝と共にダブル主演を務めた16年公開の映画マーズただ君を愛してる5月25日午後6時15分ほかも放送配信する。ドラマガイド最新シーズン、ドラマガイドシーズン2024年春 TV ドラマガイド2024年4月5月6月にスタートする春ドラマの出演者、主題歌、見どころ、会見情報、深夜ドラマや BS で放送されるドラマも含め、曜日ごとに一覧でお届け。連続テレビ小説、虎に翼、石原さとみ、亀梨和也、デスティニー、山下智久主演、ブルーモーメント、赤楚守に、錦戸亮、リベンジ欲望の果てに、マイナス、永瀬廉主演、東京タワー、長谷川博美主演、アンチヒーローエトセトラ、連続ドラマの情報をまとめてチェック。2024年、冬、TV ドラマガイド吉高由里子、江本優で送る NHK 大河ドラマ、光る君へ、山下智久、福原遥、正直不動産に、桜井翔主演、新空港選挙、渡辺翔太主演、先生さようなら、道江俊優主演、マルスゼロの革命マイナス、阿部サダヲ主演、不適切にも程がある、永野芽郁、山田裕貴、君が心をくれたからなど、2024年の冬に放送がスタートする連続ドラマを大特集。あらすじ、出演者や記者会見リポートなどを随時更新します。